都大会では各40人球場で試合を行い、勝利し楽しい思い出もいっぱい残せました。どうもお疲れ様でした。優勝、北島監督率いる赤チーム。はい、優勝は皆勤賞、猪瀬匠、小出匠、淡木田栄、須藤光輝、大坪凛太郎、小野寺隼人、堀内翼、はい、国崎大地。はい、以上8名です。正金賞、小笠原亮、大人元気、以上2名です。僕がレンジャースパローズに入ったのは3年生の終わり頃で、新チームが始まった頃でした。始めたばかりは打つのも投げるのも全くできませんでしたが、監督、コーチのご指導のおかげで始めた時よりも上手くなりました。そして野球が大好きになりました。僕が一番心に残っている試合はマクドナルド杯の1回戦、桃市小野球クラブとの試合です。僕はこの試合でスリーベースヒットを打ちました。このヒットを打てたのも監督、コーチ、スタッフ、そして応援してくれたお父さん、お母さんのおかげです。今まで本当にありがとうございました。連続バローズ背番号1、猪瀬匠。僕がレンスパに入ったのは2年の秋でした。本当は2年の5月に入る予定でしたが、左手を骨折してしまい秋に入ることになりました。僕がレンスパで一番心に残ったことは、最後の連盟の新川リトルズ戦です。その日僕らは10対3で負けてしまいました。その時僕は途中交代になってしまいました。なぜ途中交代になったのかというと、ショートとぶつかって、頭を痛めたからです。家に帰るとお母さんとお父さんに、強い匠じゃなくなったなって言われました。僕はその言葉が悔しくて、うちで必死に遊びをしました。そして西リーグのシンカー戦、僕は決勝タイムリーを打ちました。試合は7対5でレンスパが勝ちました。レンスパ最後の大会で僕に試練を与えたのは野球の神様で、僕が決
2シリーズの新幹線で決勝タイムで打たせたのも野球の神様です。レンスパのコーチは超えられない試練はないと言っていました。それが2シリーズの新幹線で決勝タイムで打てたことだと思います。僕は忙しいのに素振りを見てくれたり、コーチを頑張ってくれた、コーチを頑張っていたお父さん、健康管理をしっかりしてくれたお母さん、そして僕が上手くなるようにアドバイスしてくれた監督、コーチなどに感謝をしたいです。僕は中学に入っても野球を続けようと思います。その時は監督やコーチに言われたことを忘れず懸命にプレーします。ジャックスパローズ背番号に小出匠。僕がレンジャックスパローズに入ったのは3年生の初めでした。兄の影響もあり少しは野球をしていました。僕は3年生の時の初試合の時、初打席でホームランを打ってました。あんまり記憶にありませんがホームラン賞があったのでびっくりしました。僕が一番ここに残っている試合は5年生の秋の大会の新幹線です。この時僕はセンターを守っていて2アウト2塁のピンチでした。ショートとレフトのセンターのちょうど真ん中に飛んだボールをキャッチできたことです。すごくこの時は嬉しく、ピンチを脱出しみんなに褒めてもらい嬉しかったです。僕はレンジャックスパローズでいろいろなことを学びました。特に一つ一つの大切さを学びました。僕のエラーで試合に負けてしまったことがありました。野球は自分プレーなので自分がエラーしたらチームに迷惑がかかるので一つ一つのプレーを大切にしようと思いました。僕がこの4年間頑張ってこれたのはお母さんお父さんの支え、監督コーチの楽しく厳しい指導のおかげです。このチームに入って本当に良かったなと思いました。本当に4年間ありがとうございました。背番号6から来て、僕がレンジャックスパローズに入ったのは3年生の頃です。最初はルールもわからないで、バッティングも呼吸もほとんどできなくて、途中で諦めたりもしていました。しかし監督コーチの指導もあり、3年経つ時にはバッティングも3本のホームランも打てるようになり、フライもゴロも取れるようになりました。僕の記憶に一番残っている試合はレンジャックリーグ、ジュニアリーグの菊池ヤング戦です。僕はこの試合で初めてホームランを打つことができました。そしてホームラン賞をもらってものすごく嬉しかったです。このホームランが打てたのも監督コーチやお父さんコーチ、お母さんのおかげです。本当にありがとうございました。レンジャックスパローズ、7番、総工機。僕は3年生の半ば頃に、このレンジャックスパローズに入りました。野球は幼い時に、お父さんに教えられていたので、ボールには当たったけどあまり飛ばなかった。そして練習の時コーチの指導でようやくボールが飛ぶようになりました。だから当時のコーチたちにはとても感謝している。一番心に残った試合は高
高画素がパワー戦と都大会の桃市との試合です。高画素がパワー戦は関山連の1回戦の相手の攻撃に襲われて7対7の同点の時、最終回で三塁のチャンスで回ってきてサヨナラツーベースヒットを打てたことです。次に桃市戦で都大会マクドナルド杯で彼の初めのバッターで大きな大会でソロホームランを打てたことです。あのホームランは今でもはっきりと覚えている。僕にとってはすごい当たりだった。僕がここまで野球を続けられていたのも野球が上手くなったのも全て監督やいつも支えてくれたコーチたち、お母さんスタッフ、お父さんお母さんのおかげだと思います。だから僕はレンスパに入れて感謝してるし、コーチの方々にもとても感謝しています。背番号8、大坪凛太郎。僕は6年の2学期に転校してきてレンスパに入りました。僕が入ってびっくりしたことは、今まで午前中だけだったのが午後も練習をしたことです。前は試合もたまにしかなかったけど、こっちに来てからほとんどの練習の日に試合があったことにも驚きました。僕が一番心に残ったのはチームに入って初ヒット初打点の試合です。今まで野球を教えてくれた監督やコーチの皆さん、ありがとうございました。背番号9番、田中亮が。僕は4年生の冬にレンスパに入りました。はじめは不安と緊張でいっぱいでした。しかし監督コーチが優しく、時には厳しくしてくれました。僕が一番心に残った試合はマクドナルド1回戦桃市戦です。なぜかというと、初めてマクドナルドに出場し、そして勝てたからです。僕はこの先中学生になっても野球をやりプロを目指すつもりです。そのためには今まで教わったことを生かしていきたいです。今まで教えてくれてありがとうございました。背番号12、小笠原亮。僕は5年生の時にチームの事情でこのレンジャクスパローズに入りました。最初は緊張してあまりみんなと喋れなかったけど、みんなが話しかけてくれて喋れるようになりました。僕はゴールに残った試合は2試合あります。1試合目は6年生の時の東京都知事杯1回戦の国立ヤングスワローズ戦です。八王子市民球場という大きいグラウンドで試合ができて、しかもチームを勝利し2回戦まで行けたことが嬉しかったです。2試合目は5年生の時の東京都の新人戦です。初めて都大会で相手は深川レッドソックスで、すごい打撃ですごいチームに10対1でコールド負けしてしまいました。その時はものすごく悔しかったです。僕はこのレンジャクスパローズに入ってたくさんの試合ができてよかったです。
今まで僕に指導してくださった監督、コーチの皆様、当番などしてくださったお母さん方、本当にありがとうございました。背番号13、大人もとき。僕が野球を始めたのは2年生の最初の頃でした。きっかけは国崎くんが誘ってくれたので入りました。もし誘われていなかったら野球をやってはいませんでした。入った頃ではボールをうまく取れず打てもしませんでした。しかし今ではレンスパの監督やコーチの皆様のおかげで入った時よりはうまくなりました。そして4年間やって心に残っている試合があります。それは防犯大会のメッツ戦です。この試合は1回にいきなり僕が4点を失ってしまいました。しかし最終回に小野寺くんのヒットで追いつき勝ちました。その時野球をやっていて一番の喜びを感じました。この喜びを感じられたのは今まで野球を続けさせてくれた家族や打ち方や取り方をうまくしてくれて野球を面白いと教えてくれたりした監督やコーチ、スタッフの皆さん、また暑い中、寒い中当番をしてくれたお母さん、今まで本当にありがとうございました。レンジャクスパローズ背番号16、堀内翼。僕が最初に入ったのはレースパに入ったのは2年生でした。打っても三塁側に走ったりボールも取れなかったり何もできなかったです。いろんな守備を守らせてもらったり連盟8連覇できたりしました。その中でも4年の夏の決勝で監督にライト線にホームランを打ってこいと言われて、僕はライト線にホームランを打つことができました。これもいつも優しく楽しく教えてくれた監督、コーチ、陰で支えてくれたお父さんお母さんのおかげです。僕は皆さんのおかげで最高の4年間になりました。今まで本当にありがとうございました。中学になっても野球を続けたいと思います。背番号18、国崎大地。僕が野球を始めたのは年長の夏頃でした。僕が一番心に残った試合は昨日の玉学堂3回戦エースハンターズ戦です。初回先制点は取ったものの、すぐに逆転されました。でもみんなと協力して逆転することに成功しました。でも最終回の前、同点に追いつかれ、最後サドンデス、みんなとみんなと最後まで諦めずに頑張り2点取れ、最後の守備相手のサインミスでダブルプレーを取れることができました。そして最後のバッターをセカンドライナーに抑え、チームは勝てました。この勝利もいつも練習をしてくださった監督やコーチ、そしていつも当番などで頑張ってくれたお母さんたちのおかげです。この思い出を一生忘れず、中学でも野球を続け、プロを目指したいです。背番号10番、小野寺隼人。はい、じゃあ気をつけ礼。はい、じゃあ元に戻って、はい、ちょっと顔上げて。僕は何見せない涙があった
中